はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。キャプテン翼2スーパーストライカー、ライブ配信始めていこうと思います。前回に引き続き、イラン北朝鮮戦の続きやっていきたいと思います。北朝鮮戦だよな。まだ多分勝つの難しいかもな。でもそろそろ比較的勝ちに行きたいですね。あ、ちなみにメンバー一応翼くん、ヒューガくん両方いるから、これでなんとかならないかな。弱まっただけ。ちょっとヒューガ君に託してみるか。あ、OK。危ない危ない。ミスギ君いますね。ミスギ君ワンツーリターン。ヒューガ君ゴール前。これでどうなる？ボレーシュート！ボレー球でコーナーキック。ミスイ君を前半に使っちゃってるのは良くないよな。使っちゃったらな。さあ、ミサキ君。ミサキ君も決定力自体はあります。トリプル。危ない。10番誰だ？さっきくんか、翼くんへ。止められるか？届かない。さあ、翼くん。クロスで。決めてくれ。ドライブオーバーヘッドで行く。行くぞ！ドライブオーバーヘッド！飛ばされて突き破りました。先制です。いや、初めてかな、ひょっとして先生って。やりますね。勝ちに、さ、ちょっと今回は、勝ちに行くことも考えつつ、ヒューガン君つけましたね。もちろんタックル。
通のタックルで、パスだったか、弱っただけ。お、滝くんはダメ、届かない。戻らないと。防戦一方になると苦しい。石田くん弱まった。敵の9番へ。トラップだ。シュート打ちやがったか。なるべく防いでくれ。弱まったが。キーパー若島津くん。オッケー。嘘でしょ。何回も防げ。ピンチが続きすぎ。スカイラブパスパ。ほら。カツオ、兄ちゃん、いけー。スカイラブパス。お、石井くんナイスブロック。だが、ピンチはまだ続く。ツール攻撃で若林くん攻撃バランスを崩してしまっている。ゴール前まで行く。さあ、なるべく、時間を。パンチング。どうだ？防げるか？止める！おお、ナイス。なんで相手に渡るんだよ、ボールが。やばいな。厳しいな、さすがに。止める！何度も止められるのか。ようやく、コーナーキックまでもつれ込みました。2分ぐらいこの、こういう、波状シュートをやってる。これもやっぱりいずれ切り抜きにしたいよな。さあ、まだピンチは続く。お、しかしこぼれ球にもう一回コーナーキックやり直しですね。コーナーキックすると3分経過します。これシュート、ミスいく。ダメだ、届かない。シュートの勢いすごすぎるだろう。だから若林くん止めます。なんでピンチ続くんだ。これ無限シュート編じゃないんだから。ガッツもだんだん減っていきます。止める。ようやく音が変わった。トラップ、なんだこれ。松山くんへ。頑張れ松山くん。ここで滝くんにチェンジ。さきくんへ。え、これ嘘でしょ。なんで。お、ミセクナイス。ナイスインターセプト。
なんか照明が変わってる感じがする。さあ、三井くん自身も能力持ってますからね。前半もあと少しなんで、三井くんに頑張ってもらいましょう、こうなると。三井くん、かわしました。ちょっと、スピードがないかな。渡すか。渡して、お、すぐに前にヒューガくんがいる。ヒューガくん、なんかセットプレー持ってたっけ？持ってないのか。これシュート、これでは決まらんな。いや、待った、キャッチングされるか。タキくん、こぼれ球。さあ、松山くんだが、ここ翼くんに届いてくれ。お、届いた。もう一回、2点差にしたい。ドライブオーバーヘッド、決まりました。またもゴールを突き破りました。リードを広げていきます。ミスイクとタキュンが続く。重ねた、重ねた。おっと、前半終了です。さあ、ここで三杉くんは退場ですね。三杉くんの代わりに誰を入れよう。木杉くんで、翼くんやまだこの辺はまだ頑張ってるんで、若島津くん投入しましょう。あと一人は佐田くんかな。ヒューガくんがまだ残ってるんで、コンビプレーを決めたい。この構成で、行ってみたいと思います。さあ、相手なので2点リードで守りに行きたい。待った、たまにあの抜くと、あの若島津くんのあれを抜く時があるからな。スルー攻撃が、そのスルー攻撃が結構なきゃいいけどな。美咲くん、美咲くんだったらなんとかするだろう。美咲くん頑張ってもらいましょう。
車屋2人。翼くんへ縦パス、ツインシュート、いくぞ美咲くん、オン、翼くんたちをツインシュート、決まりました、大きな3点目。マッツリターンで前進する。石田くんと松山くんが続きます。でもう あれですよ、タックルですよ、かわされた。かすいくんとカツオくんがつきます。しかしスカイラブとパスカット、シュート打ち上がったか、遠かない、カツオ兄ちゃんいけー、おー、しかしピンチはまだ続く。シュートに備える、これはちょっと取り囲まれたらやばい。翡翠くんへパス、あかん、ピンチが、え、ゴール空っぽ、なんとしても防がないとダメだろうこれ。シュート向かった、やーっと裏をかかれてしまいました、敵の6番に1点返されてしまった。飛び出さん方が良かったかな。待った方が良かったよな。さっくんへ。なんか3番も上がっていくが。田田くんへ、さすがにこれそのまま渡すわけはいかないんで、ヒューガくんへ、え、伊佐くんなんで
やばいな。止められるんじゃないの？やっぱり。やばいな、適応終盤シュート。もうやるしかないでしょう。三角飛びを。OK です。ん？沢田くん一人で突出している。だろうこれ。さあこれさすがに決めるわけにはいかないんで。トラップ。そして真ん中からネオタイガーショット。これ決める。飛ばされた、決まりました。4対1、試合を決定づけるネオタイガーショットになりそうです。勝ちに大きく前進ですね。逆に行ってみよう。いけー、かわされたか。沢田くん届かない。パス。10番、若島津くんは身が合える。木杉くんは これシュート。超三角飛び、こぼれ玉か。北朝鮮コーナーキック。さあ時間が過ぎていく。シュート打つ。それを三角飛び。 OK。まさかもうこれ行くしかない。ガッツはまだ残っている。翼くん一人で戦います。ヒールリフトだ。しかしここは無理をせずにヒューガクに渡して、トラップ。角度が悪いな。何人来ても同じだ。暗い。ネオタイガーショート。えぐいな、これ。1対1やのに。
てるときはもうあっさり勝てるんだな。翡翠くん、弱まっただけ。おっと、試合終了。ダチョウ戦を下しました。サウジアラビア戦か。ブラジル型サッカーのチーム、ゴール前のヘディングにはかなり意欲がある。キーパーがくせ者なんだろう、どういう意味だ。若林くんだな、あとはまかわらずかな。水井くんを後半に投入するっていう前提で、状況によっては若島津くんも投入したいところ。サク届かない。やばいな。パンチングどうだ。あ、これ防げるんだ。サウジアラビアはコーナーキックです。問題は必殺シュートがあるかどうかだよな。キセン君届かない。松山君こだわり球にまたコーナーキック。さあ時間がどんどん過ぎていきますね。スカイラブパスカット、ちょっと嫌だけどフォローかな。カズオ兄ちゃん、さあスカイラブパスカット、こぼれ玉にしましたね。だがまだ相手に渡ってしまっている。鉄橋6番4人が囲った。フォロー、パスカット、フォロー、パスカット。これね、反則なるのが嫌だよな。お、ナイス松山くん。これドリブルで行こう。どうだろう、こうやる？これがまなっちゃうか。トラップ。届いた。OK。すぐに佐田くんへ。
ンツー使えないんだ。翼くん、取るかな、パス。取りました。これはいいんじゃないかな。中学へ。ハマーズシュート。ヘディングシュート。決まりました。キーパー止められない。普通のヘディングシュートでしたけどね。さあ続き行ってみましょう。サダコがついた。タックルかな。かわされた。もはや。雑魚では通用しない。今度は気づいくんだ。いや、まただけ若林くんは待つ。石田くんフォロー。これシュートダメだ。パンチング行くしかないや。届かなかった。強烈シュート。囲まれたか。ドリブル。どうだ？かわした。イサク、ナイスかわし。3人は無理だろう。キスギ君へ。え？なんで？
え、構わずシュートを打った。まあしゃあない、パンチングでかけるしかない。オッケー、トラップ、三山くんへ構わずシュート。待っただけ。これ翼くんに渡します。角度が悪いよな。ミスを美咲くん、おう、ツインシュート。角度が悪いが決まりました。サイドリードです。さあ、ロスタイム。前半終了です。ここで、チームデータを変えるけど、見すぎ、とりあえず見すぎくんだけ入れときましょう。見すぎくんとの交換かな。さあどうだ、かわしました。さすが美咲くん、やります。ゴール前持っていこうかな。これ反則を奪われた。日本にフリーキック。今どこだ、え、絶対パスしなあかんの。いや、あ、絶対パスしないといけないんだ、このルール。ミスイ君にパス。さあ、ミスイ君突破してもらいましょう。突破します。ナイス。これは、どっちがいいんだろうな。さあ、ヒューが俺に任せろって言われて言ってます。今度はオーバーヘッドキック。おっと、ここでなんと反則。
ペナルティキックのチャンスを得ます。もうヒューガ君に決めてもらう。これね、美杉君。裏をかきまして、見事に決まりました。少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。再開です。ダメだ。松山くん、タックルか、刺されたか。シュート来た。嘘でしょ。若林軍パンチング。サウジアラビアコーナーキックです。ミスイ君ナイスナイスインターセプト。
スイ君の活躍が目立ちますね。さあ、ミスイ君、これドリブル。ついついかわしていきます。おっと、今度は反則だ。さあ、サウジアラビアは強引なプレーが目立っていきます。さあ、楽にパス。9番って誰だ。しかし、ここ三杉くんにサイド渡します。で、三杉くんからちょっと渡し、ヒューガくんに渡してもらいましょう。ヒューガくん、さあここでヒューガくん、ヒューガくん返しました。そしてネオタイガーショットです。クライサウジアビア、これが俺のネオタイガーショットだ。決まりました。4対1と大きくリードです。さあ、もう後半もね、8分40秒しかないんで、若林くんじゃないが、森崎くんでも勝てるでしょう。備える、向かっていくんか。さ、空っぽなんだ。スカイラブパスカットしかないだろう、これ。カゾ兄ちゃん、いけー。オッケー。さあ、コース主戦になってますが、取りに行こう。あ、こぼれ球になったが、いやダメだこれ。まだ松山くんへ。嘘でしょ、こんなの無理だろう。松山くんへ、叫んな。スルー攻撃。翼くん、ゴールデンコンビです。ジャンピングボレー、よし。今日キーパー見られてますが、ジャンピングボレーシュート。
チングされた。無理ですね。ちょっとシュート力では欠ける。あ、逆に裏を描かれた。いや、待っただけ。これ、シュート。コーナーキックです。試合終了。決勝戦なんだ。次が韓国か。大きくレベルアップです。結構多くの人はレベルアップしてますね。ムイサ君出てないのにレベルアップしてる。あ、相手もツインシュートを使うんだ。シャ・キムのコンビがツインシュートを使う。教えた。李兄弟。李兄弟って誰？まず三杉くんを下ろそう。反町くんへぐらいだよな。あと勝つつもりないだろうと言われたらその通りですが、でもレベルも上がったしな、森崎くん。ちょっと頑張ってもらいましょう。お、翼くん、ヒューガくん、ついたか。あった、反則。翼くん、強引なプレーが技ありしたか。慌てません。まだ遠いとな。接触プレーする意味はない。パスできたか。いや、待っただけ。シュート。さあ、マサオくん届かない。石崎くんもダメです。さあ、森崎くんに頑張ってもらう。これが現実です。さすがにちょっと無理やろ、こんなの。若島津くんに頑張ってもらいましょう。いや、いやいやいや、ミスった。
やろう。おっと、翼くんが。これ、チャンスじゃないの？行きましょう。行けー！ドライブシュート！さあ、キーパーは？吹っ飛ばされてシュート決まりまして、1対1、同点に追いつきました。もうダメだな、森崎くんは。行きましょう。松山くん着きました。タックル、あ、パスが。今度はヒューガくんだ。ヒューガくんに渡ってしまう。サーダくんが着きます。タックル、またパスだ。ワンツーか、これがあるからな。今待っただけ。やばいな、これ。いやー、ツインシュート来た。三角飛び、どうだ。ツインシュート対三角飛び、ゴール守りました。いいですね。美咲くん、このまま前進します。美咲くんがツインシュートを打つといいと思う。ここでドリブル、反則を取られてしまいます。
さあ、これは、いきますよ。リードを奪いに行きます。みさきくんに蹴ってもらいましょう。左隅。あが。全員返します。ドライブシュート。まだ10分残ってんだな。前半ダメだ。裏を抱えてしまった。普通のシュートか。普通のシュートでも決まってしまうのか。シャ君っていや無理だろ。まともに勝負しない方がいい。すごいな。見余っただけ良かった。これはやるよ。ネオタイガーショット。暗い韓国。これネオタイガーショット。え、こぼれ球になっちゃった。でもツインシュート。身構えてるか。いっそ美咲くんツインシュート。あ、ダメだ。今度は美咲くんだ。美咲くんもツインシュートだ。いくぞ美咲くん。オン。え、嘘でしょ。なんで石崎をフォローするんだ。お、チャンス。こんな前に出てはどうすんの。ことで美咲くんへ。いや
翼くんそんなに持ってないな、ガッツ。どうだろう、まだいる。山田が、さあ、ヒューガくんゴール前へ。オーバーヘッドキック、これだ、オーバーヘッドキック、これ決まりました。2対2同点です。いいですね。さあ、行きます。あ、咲いた。ソリマチ君と翼君、タックルかな。パスしやがった。いや、待っただけ。だが松山くんがいるが、これは届かない。もう一人石崎くんも届かない。カツオ兄ちゃん、オッケー。何だったんだろう。あーっと、セットプレーだ。シャ君へ、シャ君ヘディングシュート、これ三角飛びで止めるしかないや。オッケー、パスだな普通に。ジェミニアタック、弱まったがジェミニアタック成功です。さあ、これを佐田くんにパス。ヒューガくん遠いがやってみるか。見よう。ガッツ足りない。普通のタイガーショットになっちゃいますね。試合終了です。ここで、三杉くんを当然三杉くんを投入。
さあ、若林くんの準備もしないとダメですね。ちょっとガッツが心配ですが、オッケー、際どいところでかわしました。三井くんへ。三井くんはちょっと満タンですかね。ただガッツの減りが倍になっちゃうんですよね。三井くんはもうやばいな。翼くんの方がガッツがある。またこれ渡して、これスルーすると前へ行っちゃうから、強引なドリブルか。さあ石崎くんがついていきます。石崎くんもタックル、また強引なドリブルだ。これが反則を取られてしまいますかって、反則を取って、反則になってしまいますか。壁を、間違えたか。おー、パンチングで良かったんだ。昨日11番来たか。普通に。7番って誰だ。美咲くんか。美咲くんも相当ガッツ減ってるよな。翼くんがまだガッツ残ってるからな。ここは翼くんが鍵握るよな。翼くん、翼くん、さあゴールデンコンビ託します。翼くんはシュートを出しません。そうです。翼くんに頑張ってもらいます。渾身のドライブオーバーヘッド、いくぞ。ドライブオーバーヘッド、ピンはありまして、リードとなります。このまま決めたいような気もする。全部あの若島津くん、これ三角飛びでいきます。残りの時間は、
そうだ。あ、反則になった。反則、フリーキック。普通のシュート。弱まったが、かまず606あるんだ。三角飛びへ行きます。パスですね、これ。次行くね。キム君、止められるか。止まらない。水井君に渡ります。パスが OK。 水井君返します。まあゴールまで持って行ってもらいたい。どうなるんだ。翼くんに渡る。渡りますね。さあ2点差にするとでかい。オーバーヘッドキー。ダメだ。だが美咲くんが今度はチャンスがある。敵をキーパー倒れてるぞ。これだ。オーバーヘッドキー。お、敵の2番が届かない。まだ敵を5番がいるが届かない。決まりました。4対2。ついに2点リード。これはひょっとしてひょっとするかも。いや、4対2、ここの4対2はでかいな。もう勝ちに行きます。3連勝できるとは思わんかった、今日。キム君シュート。いやもう三角飛び。オッケー。トラップ。つまさ、美咲君もあんまりガツが残っていない。美咲君に渡ります。ミスイ君、まだガッツは余裕で残ってんな。ミスイ君にちょっと前進してもらおう。もうやるしかないや。反則を取られてしまいます。
翼くんへ。またです。また反則。ヒューガくんガッツ残ってる。これ最後に決めてもらおう。ネオタイガーショットだ。突き破った。5対2。キーパーを吹っ飛ばし、そして突き破った。いや、恐ろしいですね。いきましょう。お、やりました。優勝です。え？こちらに上げていた。お、ハイライトですね。アルゼンチンがウルグアイを下しましたね。フランスとデンマーク。これフランスだろう。ピエール君、ナポレオ君、あっと画面がピカチュウ。ポケモンショックが、ポケモンショック。さあ、西ドイツとポルトガルも、これ1990年だよな。ドイツ統一されてなかったっけ。さあ、シュナイダー君、突き破る高速ゴール。やはり西ドイツ強い。そしてブラジルが開催国なんで、ブラジルは出れます。ブラジルユースの頼もしい味方とは誰だ？ん？監督？何？なんと！ロベルト本郷！嘘だろ？お前。
翼くん教えたロベルト本郷ですよ。遠征試合ですね。翼飛球が、なんかすごい、石崎くんの笑顔がなんかわからん。マジかだが、陽子くんがしばらくこと、日本に戻ることになった。石崎がスコアメモを引き受けるんだ。誰だよと思った。ロベルトくんのことはいいの？ロベルトはブラジルユースの監督になったら驚いたよ。だけど相手が誰だろうと俺たちは負けられない。今は優勝を目指して戦うだけだ。ロベルトも同じ考えのはずだよ。スコアメモよじゃないよ。お前。ちょっと待った。強くないんだよな。翼くんはやっぱり総合力が高いよな。シュート 52? シュート 4つ? 全部翼くん上回ってるやん。まあでも必殺シュートがあるからな、日向くんには。まあ翼くんにもドライブシュートあるけど、タイガーショットの方は威力が増えるだろうしな。ソーダ君悪くないな。ソーダ君もともとポジションって何なの？まあ守備じゃないから結構前のポジションだろうな。ジトー君も悪くない。野くんも意外と悪くない。新田くん結構いいよな。はい、ということで、次回から新シリーズということで、アジア予選日本優勝となりました。次回から新たなシリーズになります。ブラジルユースの代表になんと翼くんらを教えたロベルト本郷が就任しますね。師匠と言っていい存在ですからね。これはかなりの衝撃と言えるんじゃないでしょうか。次回から新たな戦いが始まります。お楽しみに。よろしければツイッチアカウントフォローお願いします。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いします。この動画のアーカイブ2日後、26日21時頃にアーカイブ流す予定です。ぜひアーカイブでもご覧ください。
また旧 TwitterX のアカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。キャプテン翼2スーパーストライカーライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。